皆様、こんにちは。今回は、新しく購入した、靴磨きの本について、紹介させていただきたいと思います。購入した本が、こちら。長谷川雄也さんの、俗、靴磨きの本、です。以前にも、長谷川さんの本を、紹介させていただきましたが、待望の物件が発売されました。今回は、この本のおすすめしたいポイントと、どんな方におすすめなのか、私が感じたことを踏まえて、紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。それではやっていきましょう。まず、初めてご覧になる方も、いらっしゃると思うので、著者の長谷川雄也さんについて、簡単に紹介します。長谷川さんは、2017年に開催された、靴磨きの世界大会、ワールドチャンピオンシップで、頂点に輝いており、伊勢丹靴博2019では、靴磨きの頂上決戦と言えるイベントでも、見事優勝されました。2008年に、靴磨き専門店、ブリフトアッシュをオープン。現在の靴磨き専門店で、主流となっている、スーツ&バースタイルを確立させた、靴磨き界のパイオニアと言える存在です。現在は、青山の他にも、多数の店舗を展開されており、靴磨き文化の浸透に、尽力されています。NHK の、プロフェッショナル、仕事の、流儀、という番組で、これまでの経緯を紹介されていました。気になった方は、ぜひ、チェックしてみてください。次に、私がこの本を読んでみて、ここをおすすめしたい、と、感じたポイントを、3つ、紹介させていただきます。1つ目が、検証実験が、面白い、という点です。ネタバレになるので、深く言及することができませんが、同じ人が、同じ靴を交互に履いて、手入れの有無でどのような差が出るのかが、細かく検証されています。動画を作成するために、いろいろな書籍や、動画で調べてから、紹介するようにしているのですが、これほど細かく、検証しているものは初めて、見ました。履き潰してボロボロになった靴と、手入れを続けた靴を比べる、という極端な比較は、何度か目にしましたが、同じ靴で、ローテーションや期間を、細かく設定して検証したものは、見たことがありませんでした。また、検証の結果を、様々なアングルや、パーツごとに解説されているので、非常に勉強になります。この検証のおかげで、今までは漠然と、靴磨きはやった方がいい、という考えで、靴を磨いていましたが、部分ごと、手入れを怠るとこうなる、と、明確にイメージして磨く、ことが、できるようになりました。二つ目が、鏡面磨きや、水研ぎの際の、指の動線を、図で表示してある、という点です。今までありそうでなかった表現方法で、見たときに、その方法があったか、と、思わずうなってしまいました。他の本で、靴磨きの指の動きを、円を、書くように、とか、だんだんと上に向かって、などの、抽象的な表現を、することが多いのですが、いまいちピンとこないことが、多々あります。YouTube などの場合は、レベルが高かったり、手の動きが早すぎて、よくわからないことがあったのですが、動線のおかげで、非常にイメージしやすくなっています。個人的には、この本で指の動きを理解して、動画で照らし合わせていけば、理解しやすいのではないか、と感じました。水研ぎの動線に関しても、紹介されていて、普段、自分が行っている磨き方と、やり方が違ったので、チャレンジしてみようと思います。三つ目が、プロの職人の方の、考え方や、生の声が掲載、されている、という点です。長谷川さんはもちろんのこと、靴磨き選手権2018の、
チャンピオン、石見郷さんや、海外の靴磨き職人さんの、考えやこだわりが紹介されています。また、各職人の、お気に入りの道具も紹介されていて、気になった道具が何点かあったので、使ってみようと思います。いろいろな職人の方の、意見の中で、一番衝撃を受けたのが、長谷川さんの、時間を、かけて磨くのは素人、と、いう言葉でした。今までは、時間がかかっても、綺麗に仕上がればいいや、と、考えていましたが、その考え方が、素人丸出しということに、衝撃を受けました。プロを目指しているというわけではないのですが、自分の技量向上の、ために、今後は、時間にもこだわって、靴を磨いていこうと思います。いかがでしたでしょうか。今回は、長谷川雄也さんの、続、靴磨きの、本、について、紹介させていただきました。他にもおすすめしたいポイントは、たくさんあるのですが、残りは、自分で手に取ってみてお確かめください。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は、そちらから購入してみて、ください。後書きに、一冊目のものよりも、マニアックな内容になった、と、書いてありますが、初心者の方が読んでも、非常に参考になるので、これから靴磨きを始める方にも、おすすめの一冊です。また、私のように、すでに何冊も靴磨きの本を所有している、という人も、きっと新しい発見があるので、中、上級者の方にこそ、購入していただきたい一冊です。まとめると、靴磨きをされる方は、みんな買うべき、ということです。皆様もこの本を購入して、靴磨きライフを、エンジョイしましょう。以上、この動画が参考になれば、幸いです。それでは、